今私で11代。震災前は16代目ぐらいだけど、まあそれ増やしてもしょうがないと思います。育っては来てるんですけど、あの養殖、この養殖いかだ自体も震災前の3分の2ぐらいですね。で、ただまあ人も減ってますんで、まあ、適量なのかなっていうところ。うまみはやっぱ牡蠣自体のうまみを損なわずに作っていきたいっていうこともあります。なってますよ。中身おいしいのになんでこの瓶なの、このデザインなのっていうのを常に言われ続けてたんですね。だからそんなに言うんならちょっとっていう感じはありました。それこそ商品名山田の牡蠣の山田って入れる時も抵抗されてます。入れたくないと。でまあ後でやっぱり入れるってことになって、でその時にもうパッケージが良くないから値段の割にこうちょっと安っぽく見えるから、やっぱりあの商品に合った、あと価格帯にも合った、まあ、服というかお洋服を着させた方がいいですよっていう話をしたんですけど、佐々木さんすっごい頑固な方だから、その時は中身がいいから売れるみたいな感じで全然人の話聞いてなくって、で私もしょっちゅう言われたような言い方されてましたけど、そんな感じだったんで言うのもう一旦やめて放っておいたんですよ、半年ぐらい。したらなんかやっぱりパッケージが良くないから売れないんじゃないかなっていう話をされてきたので、お手伝いすることになりましたね。まあお願いする以上そのお手並み拝見もあるんで一人っていう形で、ただデザインやなんか瓶はこれにしましょうって決めました。あ、変わったいい瓶だねっていう話、うん、で大小が同じキャップであるし、うん、いいとこ見つけてくるなって、その時ちょこっと思っ、あのおすごいねっていう感じだったの、うん、であとデザインは3パターンから 3種類あげたんですね。あげて、うん、それでどれにしますかみたいなことを相談されて、これいいんじゃないっていう話になったら、実は私もって、そこはもう一致だった。あの瓶からですね、瓶決まらないとラベルのデザインも決まってこないので、サイズとかも、あの牡蠣くんもともと大きいのと小さいサイズあったので、あのそういったあの瓶があればいいなと思ってたんですけど、まずあの瓶を探さなきゃいけなかったんで、この瓶でいきたいんですけどどうですか。大小もあるし、あとあの前の瓶はあの使用煮のに使われてる瓶を使ってたので口が小さいんですよ。で作業もしづらかったでしょうし、食べる側もちょっと取り出しにくいっていうのもあったので、こう口が大きいので作業もしやすいんじゃないかと思うし、食べる側も取りやすいっていうことで、まず瓶を決めて、瓶を決めてから次はラベルのデザインに入っていきました。作ってる方と思いがあるので、やっぱり思いをどん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 パッケージに入れたがる方が多いんですけど、でも入れれば入れるほどごちゃごちゃしてしまって、見づらくなっちゃう、お客様から見ると。で、私パッケージのデザインって引き算だと思っているんですね。余計なものを引いてきて何を残すのか、でスッキリさせることによってより売り場で、いろんな商品が並んでる中で目を引くようにするっていうのがポイントだと思ってるんですね。そのスッキリさせるということと、あとはその商品が何者かってわからない商品って気になっても購入まで結びつかないと思うので、その商品が何者ってわからないときは何者だってわかることを一言入れてあげるっていうことがポイントかなって。そういう時はその商品の特徴を入れるようにしますけど、この牡蠣くんみたいな商品っていうのは燻製されてるかどうかってちょっと分かりにくいので、牡蠣を燻製してオリーブオイルにつけてますって分かるように、牡蠣の燻製のオリーブオイルつけて何者かっていうのを分かるように一言入れるような、そういうことが必要かなと思う。すっきりさせるんだけども入れるものはきちんと入れるっていうのがポイントかなと。あとは美味しそうに見えるんでしょうかね。とですね、この色がすごくオリーブオイルの綺麗なので、ラベルで隠しすぎないっていうのが、中身をちゃんと見せてあげる、色が綺麗な商品とかはそれ自体で見ると美味しそうに感じて食べたくなると思うので、ですからあまり中身を隠さないような
美味しそうに見えるような、それを邪魔しないスッキリとしたデザインっていうのが必要になってくるかな、ポイントかなと思います。する前はまずビビったるものでしたし、代償、合わせて100便200便の世界だった、だん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 いきまして、現在ですと1000超えてるっていう形ですね。10倍。今はもうはっきり申しまして自分のとこだけじゃ間に合わないんで、仲間のを買ってますね。あのうちこのオゾン水でオゾン発生装置ありまして、オゾン水が出るんですよね。でそれで洗浄とか全部、あの器具の洗浄もそれでできちゃうんで、このオゾンは夜になるとエアシャワーで工場内を全体を殺菌するっていう形ですね。10キロから12、3キロできます。でですからこれ何回も何回もやって、1日で大体多い時で56、一番多い時で100キロやってる。もとめぎのうちに加熱まではやっちゃわないと、あのどんどん痩せてったりする、その日のうちにやっちゃうんです。冷凍してこういうふうに真空パックで真空しちゃって冷凍しておきます。これの状態だと食べてちょっと分かるかなっていうふうなんですが、これを解凍してオリーブオイルに入れちゃうと、これ生から冷凍してないやつ、こっちは冷凍したやつって2つ並べてどっちが冷凍だって言われても私でも分かんない。そのぐらい冷凍の技術はすごいです、ね、というのはこれこのまま解凍するんですがドリップが出ないです。ドリップって水ですね。解凍して持ってくると、あの隣近所の、まあ、魚屋さんとか冷凍を使って、なんでこれ水が出ないんだ、ドリップ出ないんだっていう感じで、実はこういうことだよっていうと、すげえなっていう感じです。まずあのパッケージ変えた時に、売り方考えませんかって話してたんですよ。変える前ってのは催事とかもほとんど出てないし、そうですね、お店なんかにも置いてない、ほとんど置いてない、個人が買いに来てっていうのは全くそういう状況だったと思います。なかなかその営業っていうことすらどうやっていいか分かんないんですよね。決まってたんですよね。だからやむくもにどこなりに置くとか、あと賞味期限も短いのでできないなっていうことで、じゃ あの何をするかっていう時に、パッケージ新しくなって、まず置くところをこうまずあのをいろいろ置くんじゃなくって、盛岡だったらこのこだわりの商品、地産地消の店でこだわった商品を置いてるお店に置く。で山田町だったら道の駅に置く。最初は2カ所から始めて、ただ置いてもあの置いていただいても商品って動かないので、マスコミの方の力を借りて、あのまずは地元紙の記者さんから始まって、記事で取り上げていただいて、そしてあのその地元紙を見たテレビ局から取材が入って、でそしたら今度全国紙っていうふうに、あのマスコミの方がどん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 取材してくださったんです。あの漁師さんが加工から販売ってまだね、その当時珍しかったですもんね、そういうのもあってあの取り上げていただいて、で取り上げていただくとどこで買えるかってあの必ず載せてくださるんですね。そうすると盛岡ではこのお店、山田町ではここで2カ所だけで、それであの決めたのは毎週金曜日に、小さい瓶が20個か30個、大きい瓶が20個か30個で、とにかく同じ曜日に大体同じ数をどちらのお店にも入荷っていう形を取ったんです。ですからマスコミに出る取り上げていただくとお客様が買いに来てくださって、で、毎週金曜日に入る。ただほとんど金土ぐらいでなくなっちゃって、もう日曜日には手が入らない、もう買えない。ですからなかなか手に入らない商品ってもう口コミが広がったんですよね。そうするとマスコミにも取り上げていただいてるし、なかなか手に入らないっていう商品って口コミが広がると、いろんなお店から逆に取引させてほしいってあちらからあのお話をいただくことになってきたんですよ。そうです、本当あの他から
取引したいってしていただけるってお話来てくれるなと嬉しかったですね。こちらから営業かけなくてもそうですね。でそこでそうなんですよ、あんまりでどうしても置きたいからっていう電話をいただいたりしました。お願いしたいんですけども、6時産業化って改めて構えなくてもいいと思うんで、自分たちがいろんなものを自分が扱っている素材の中でどうしたら一番おいしく食べれるかとかっていうのはやっぱり生産している方々がよく知ってることなんで、そこをうまく上手に広げてって、で広げていくんですが、最終的にこういうパッケージのデザインとかあとは販売の方法とかっていうのは多分そういった方々は全くやった経験がないんで、経験がない部分は頼るべき人に頼っていくと。ですから私すごいラッキーだったなと思うのは、そういう塚石さんっていうのを知り合ったっていうのはすごいラッキーだったなと思います。いいかになるかっていうとならないかもしれないけれども、意外とこういうある意味会社としての遊びの部分なんですよ。でそういうのをやっていくうちに何かがあればいいんだっていうのがあるので、商品って多分新商品だなんだって10とか20とか作っても本当に商品化されて売れていくっていうのはそんなにいっぱいはないと思うので、普段からそういう余裕がある時にこういう遊びしてた方がいいなっていうのがある。その中から何かできればいいなって。最初はまずご自分の収入を上げたいっていう気持ちがすごく強かったんで、それはそれですごくいいと思います。いいと思うっていうか、それはそれでその時は必要だったこと。それで山田の牡蠣くんっていう看板商品ができて、である程度売り上げも落ち着いて安定してってなったら、やっぱり次地域のことを考えて、地域の漁師さん、仲間の漁師さん、あと雇用とか、そういうことは大きい、ね、会社にじゃなくてもできることで地域を考えていくっていうことって大切だと思います。みんながみんな6次産業化って取り組むって難しいと思うんですよ。商品売ること自体がすごい難しいから、でやりたいけどできない人でもその中にこう関わって自分のところ の食材を買っていただく、素材を買っていただいて、でそういうふうに地域を巻き込んでいくっていう6次産業化っていうのはやっぱりある意味地方ではねもう理想というか、そういう取り組みぜひねいっぱいできるといいんじゃないかなと思いますね。実は何にも入ってないの、塩とオリーブオイルと燻製だけなんですよ。実にシンプルなんですが、それが一番牡蠣の素材の旨味を出すし、塩とオリーブオイルと燻製とその3つ、あとは牡蠣の素材、もう一つだけ私の味もちょっと